すがいざない連の皆さんです。どうぞ。あっぱれ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 祭り。すがいざない連は国友すがが高知に開設し、良い世の中を作ろうという思いでよさこいの全国普及に尽力しました。出場3回目の今年はまほろばという作品を踊らせていただきます。この祭りが千年も万年も続きますように、未来の子どもたちの笑顔につながりますように祈りを込めて踊らせていただきます。すがいざない連まほろばです。さyou
愛と感謝を込めて礼、ありがとうございました。はっ、菅イザナイレンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、インタビューにお答えいただきたいんですけども、ありがとうございます。菅イザナイレンの皆さんでした。皆さん、ありがとうございました。お願いします。どうもありがとうございました。かっこよかった、かっこよかったです。本当ですか。全身でよさこいを楽しんでいるっていうのが伝わってきました。ありがとうございます。やっぱりですね、はい、僕は高知の人間なんですけど、64年前にもう戦後の復興でね、町がボロボロになったところから先人たちが祭りを起こしたんですね。それでみんなが元気になって、僕たちはですね35年前に高知でよさこいを全国に広げていきたいという思いを持って連を立ち上げました。でこの長浜にももう17年以上ですね、あっぱれ祭りが続いていると。でこの今踊った踊りはですね、ちょうどあっぱれ祭りと同い年の17歳の作品なんですけども、その作品で今年のあっぱれ祭りをお祝いできて、全国から踊り子が集まったんですけど、本当に光栄です。たくさんのお客さんに見守っていただいて本当嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。菅イザナイレンでした。ありがとうございました。暑いですね。なんて素敵なエピソード。心が震えますね。かっこいいな。ありがとうございました。